2週間続けてもらえれば猫背が治るストレッチを本日はご紹介していきます。今日からですね、2週間後に体が変わるヨガストレッチというタイトルでいろんな項目をねお伝えしていこうと思いますので、ぜひ皆さん全項目でもいいですし、なんか今日これはやりたいぞって思ったものだけチャレンジしてみてもらってもいいので、2週間ですね、とりあえず一緒に続けてみましょう。1日1回が目標となっております。それでは早速始めます。今日は猫背改善です。それでは早速始めましょう。まずは2種類のマッサージからです。1つ目は肩甲骨から肋骨にかけてつながっている前鋸筋と呼ばれる筋肉のマッサージ。親指を脇に差し込んで、他の4本指を背中に当て、優しくもみもみとほぐしていきましょう。肩甲骨の上の方から背中の下のあたりまで脇全体を柔らかくするイメージでもみほぐしていきます。親指を少し奥の方に差し込むと、より凝っている場所だったり痛い場所が分かりやすくなります。今度は前側、大胸筋をほぐしましょう。4本指を脇に入れ、親指でキャッチしたら鎖骨の下あたりからもみもみとほぐしていきます。親指の腹全体で少し皮膚をこするようにして、肋骨にくっついている筋肉を剥がすようなイメージで腕を動かしていきましょう。これも同じく触られている方の腕は脱力、呼吸を止めないように深呼吸繰り返します。では反対側も同じく行います。まずは親指を入れて4本指でキャッチ、背中側を優しくほぐしていきましょう。少しだけ体を傾けると、より筋肉の硬さが柔らかくなってほぐしやすくなります。いろんなところに手を動かしてみてくださいね。皆さんそれぞれの気持ちいいところを探します。今度は前側、同じくほぐしていきましょう。指で挟むように筋肉をほぐしていただいてもいいんですが、これが痛いよという方は握り拳で鎖骨の下から肋骨に沿うようにゴシゴシと拳を動かしていただいても OK です。皆さんのできるステップから始めてみてください。もう一度鼻から大きく息を吸って、深く吐きます。次は今ほぐした胸、背中側の筋肉をストレッチしていきましょう。指先肩についた状態で肘を前後に大きく動かします。肩につけるのが難しい方は、肩と同じ高さに肘があれば手の形はどんな状態でも OK です。前でできるだけ肘同士をくっつけて、後ろでは肩甲骨を寄せ合うように両肘もう1センチ後ろ引けそうですか。ここよりもマックスもう1センチ過ぎる胸のあたりが引っ張られる感じがしますね。肘同士をくっつけるようにすると、今度は背中の中心が引っ張られます。今度は両手を体の横に下ろし、息を吸いながら手を上げ、手のひらを外に向けた状態で肘の曲げ伸ばしです。息を吐きながら肘を曲げ、アルファベットの W の形を作ります。最大限肘を曲げた時に一瞬止まるように意識をしてみてください。息を吐く、吸って伸びる、肩甲骨、背中の中心動かしているの分かりますか？次は四つん這いの姿勢になりましょう。両手指先を外向きにして、肩幅よりも少しだけ開きます。その状態で両肩の力を抜いて肩甲骨同士を寄せる。手のひらで床を目いっぱい押して肩甲骨同士を離す。この動きを繰り返します。お腹の力が抜けると腰から反っていきやすいので、吐く息お腹は薄いままをキープです。肩の周り、柔軟性を上げていきましょう。
胸を床の方にストーンと落とす感じですね。今度は肩の真下に手首、元の四つん這いの形になり、息を吐きながら腰から背中丸めていきます。首の後ろも力を抜いて、いけそうな方はさらに指先で床を押して肩周りをぐっぐと伸ばしていきます。もっといけそうな方は少しお尻を後ろに引くようにして、アーチを深くしていきましょう。いける範囲で大丈夫です。呼吸が止まらないように吸う吐くを繰り返します。元の姿勢に戻り、四つん這い。右肘を床につき、左手を右斜め前に出します。そのまま上半身を床の方に下ろして、最初にマッサージをした前鋸筋のストレッチです。この筋肉をほぐすことで背中のはみ肉解消、そして姿勢改善にもつながっていきます。お尻は高い位置、膝の真上にキープしたまま深く息を吐いてみましょう。元の位置に戻り、反対の手です。右手を左斜め前に出し、息を吐きながら胸を床の方へ沈めていきます。余裕がある方は両足のつま先を左側に移動させると、より伸び感が深まっていきます。では元の座り姿勢に戻りましょう。最後は仕上げの動き、両手指先を肩に添え、肘を前から上、後ろから下へとぐるっと回していきます。お腹の力が抜けないように、軽くお腹を薄くした状態で吸いながら、肘前から上に伸びる、できるだけ遠くを通って後ろから下、最後は胸の中心から鎖骨、肩の外側が開いているように意識をします。OK です。お疲れ様でした。胸が開いた感覚、姿勢が良くなった感覚はありますかね。本日は以上になります。皆さんお疲れ様でした。いかがでしたか。今回の猫背改善ストレッチはですね、肩こり解消にも非常に効果がありますので、普段デスクワークで背中が丸まっている方、猫背普段から気になっているよっていう方、ぜひぜひ今日から2週間ですね、たった14回です。夜寝る前くらいがおすすめですかね。ぜひリラックスできる時間帯に行ってみてください。今日の動画頑張ります、2週間やるよって言ってくださる方は、ぜひコメント、高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。また次のテーマも楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございます。